こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日の我が家の晩御飯はこちらです。今日はスパゲッティではなくこちらのペンネにしてみました。ちなみにこのペンネが、トルコ産でデュラム小麦のセモリナ 100% です。特にこちらのメーカーのペンネがとってももちもちしていて美味しいです。では早速ミートソースをかけていきます。とこのミートソースは自家製で、カットトマトと玉ねぎのみじん切りとひき肉をじっくり煮込んで、香り付けにローズマリーも入れてあります。で今日はナスがどうしても食べたかったので、ちょっと高かったけどナスも入れてナス入りミートソースです。いっぱいかける。仕上げにパセリと粉チーズをかけます。粉チーズはたっぷりかけちゃいます。パセリ、粉チーズ、いっぱい、では早速いただきます。どうしても食べたかったからナスから。うん、おいしい。ペンネ、うん、うん、すんごいもちもち。それではさよなら。